ください。迷子になったら大変ですよ。迷子になりかけていたのはあなたでしょう。はじめまして、私はデイジー、アファシスタイプ X です。急に走ったら危ないわよ、デイジーちゃんと迷子ちゃん。マスター、私の運動に関するプログラムは規定値をクリアしています。この程度の走行で転倒や衝突は起こしません。どうかご安心を。あなたたちのような可愛い子には別の危険もあるの。私のそばから離れてはダメよ。承知しました、マスター。あなたが迷子ちゃんのマスターさんかしら。この迷子ちゃんはうちのデイジーちゃんと同じタイプ X でしょ。レア中のレア、 GGO 中で注目の的のね。噂は聞いているわ。幸運なニュービーさんよね。でも幸運がいつまで続くかはわからないわ。目を離したら誰かに盗まれちゃうかもしれないわよ。アファシス、特にタイプ X の使用は明らかにされてないけれど、アイテム扱いなら所有権を移動する方法はいくつかあるもの。本当に何も知らないのね。総督府の告知はチェックしているの？アファシスは GGO 初の大型アップデートの目玉なのよ。自発的に考え行動できる高度な学習型 AI を搭載。特にタイプ X はそれぞれに個性が設定されたプログラマー泣かせの仕様なの。おお。さらに戦闘だけじゃなく、マスターの資産管理、あらゆるサポートまでしてくれるのよ。実はSAO のメンタルヘルスカウンセリングプログラムを参考に。参考に？まあこれはあくまでも噂だけど、プレイヤーの感情に反応する高度な知性を持っているのは事実よね。とにかく性能面から言っても、ビジュアル面から言っても、GGO 中のプレイヤーが欲しがっている存在よ。だからタイプ X を街中で連れ歩くなんて、よほど腕に自信がなければただのおバカさんですわ。まああなたの場合はアファシスを持っていることをみんな知っているから、気にしても仕方ないかもしれないけど、奪われるのが嫌なら大切なものを守るだけの力をつけるか、強いプレイヤーのスコードロンに入るのも一つの手ね。あら、素直なのね。そういう子は嫌いじゃないわ。私はゼリスカ、よろしくね。そうそう、あなたのアファシス、さっきうちのデイジーちゃんと友達になったみたいなの。タイプ X と会ったのは初めてです。よろしければ今後も情報交換をさせてください。もちろんです。ところで迷子ちゃん、あなたのことは何と呼べばいいのかしら。マスターのお友達にはレイちゃんと呼んでいただいています。本当の名前はマスターだけのものなのです。そうなの、よろしくね、レイちゃん。よろしくお願いします、レイちゃん。いいわね、アファシスが二人並んでいる図。でも同じ、何よりマスター以外の人に名前を呼ばれるのを嫌がるなんて、
そんな性格設定初めて聞いたわ。なるほど、マスターが個性を肯定してくれるからこの子は生き生きとしているんでしょうね。初心者が偶然手に入れたと聞いたときは心配したけれど、よかった。マスター、そろそろ設定されたお時間です。いけない、今日はもうログアウトしなきゃ。それではまたね、レイちゃん。